皆さんこんにちは、パドマです。本日はこちら、大人の科学マガジンベストセレクション3番目ですね、万華鏡プロジェクターを作ってみます。はい、キットの中身はこちらの万華鏡のパーツ、そしてこちらの冊子が入っております。こちら後半は、万華鏡キットの作り方の説明なんですが、その他にも万華鏡の発明の歴史とか、仕組みの説明なんかが結構細かくイラスト入りで書かれております。こういうのね、昔小学生の時とかに理科の時間でやったと思うんですけど、大人になるとね、改めて分かることってあると思いますので、読むと本当に発見が、新たな発見があって、すごくねワクワクしますよね。それでは早速作っていきましょう。まずは必要なものの確認です。ハサミ、カッター、プラスドライバー、アルカリ電池、炭酸型2つ、そして液状のりまたはグリセリン、こちらはなければシリコンオイルや水でも大丈夫です。そして万華鏡の中に入れたいもの、こちらも、キットの中にグラスビーズが入っておりますので、なくても大丈夫です。組み立て時間目安が40分だそうなので、40分を目指して作っていきたいと思います。細いドライバーを持ってきました。細いのがあった方が良さそうです。台座に支柱がつきました。動きます。はい、では電池を入れてみます。光りました。このスイッチで、はい、消えたりついたり消えたりついたり、裏でね、まあ、こういう仕組みになってるんですね。はい、これで一応つくということで作業を続けていきます。ミラーを組み立てていきます。1ミリでもずれると像がボケてしまうそうなので、結構慎重に作業を進めてまいります。はい、鏡の部分完成です。すごい不思議です。見えるかな、こんな感じですね。すごい、真ん中に鏡はないのに真ん中にもあるように見えるの不思議ですね。はい、これで、筒を作っていきます。はい、鏡の筒が完成です。こっちかな、投影装置組み立てです。はい、投影装置出来上がり。はい、では式
玄関オブジェクトを作っていきます。キットの中にガラスのビーズが入っておりましたので、今回はこれを使ってみたいと思います。ビーズの中から空気がちょろちょろと出てきますね。これ見てるのもなんかちょっと癒されますが、しばらくこれを振りながら空気が抜けるのを待ちたいと思います。はい、オブジェクト完成。はい、これだけでも綺麗ですね。これを実際にセットして覗いてみます。でレンズが2つあります。さっき作ったのは投影用なので、こちらの見る方のものをまず使っていきます。でここの光を取り込むカバーを外して覗いてみます。おー、綺麗です。でこれをくるくる回したりしても模様が変わりますね。そして、これを傾ける、こういう感じで傾けると、はい、さらにこのビーズが落ちるので結構変わりますね。模様が変化していきます。おー、すごい。傾けると早く落ちます。ね、ずっと見てしまいますね。これすごい楽しかったです。学研の皆さんありがとうございました。本日も最後まで動画を見てくださりありがとうございます。もしよろしければ高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは最後に暗闇での投影風景をお楽しみください。